雰囲気作りがまず大事だと思うんですが、入ってきた人って不安だと思うんですよね、すごくね。だから私だけじゃなくて一緒に仕事する組合の皆さんが、入ってきた人をどういうふうに仲間として受け入れてくれて、どういうふうに接し方するとか、どういう話するとか、それって非常に大事だと思うんですよね。新しく来れる方が不安だと思うんですよ、はい。まあ、夢がね、それは当然、安定系、とやはり取り組んだ、まずこの加工用のこのブドウだけを絶対に成功させて一本立ちさせなきゃいけないと思ってますね。